何？てんてんてん。何か気配がする。え、怖い怖い怖い。怖い。え、あ、びっくりした。あ、なんだ、あ、死んだ。はい、どうも。お茶、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 おー。ポニャです。今日も、ゼルレ、やっていきたいと思います。とある方に、ゼルレじゃなくてゼレなんじゃないかって言われましたけど、ゼルレですよね。僕はゼルレです。絶対ゼルレと呼び続けます。このゲームクリアした後に答え合わせします。ということで、前回の続きですね。月の鍵をね、開けたところですね。なんか月顔の男がいますね。話しかけてみますか。パチン！はっ！目が開いた。んー？これはこれは、小さなお客様ですね。かわいいですね、小さくて。月顔の男、小さな男の子？ああ、思い出した。なんかアヘ顔してるけど。すごいな。これどういう、あれなんですかね、設定なんですかね。人間じゃないですよね。ああ、思い出した。君は最近この城にやってきた男の子だね。いやー、前から気になってはいたんだよな。なんかさ、言葉の端々にさ、なんかトランプのスペードとかさ、なんかつきそうな喋り方してんな、こいつ。しかし、どうやってこの部屋に入ってきたか気になるな。確かに鍵はかけてあったはずなんだけど。まあ、そんなことはどうでもいいか。探検ごっこをしたくなる気持ちもわかりますが、この城は坊やが思っている以上に危険なところなのだよ。死神が作ってこの古城でのルールを知らないのかい？知らない。てんてんてん。知らないだって、わ、なんか気持ち悪い。アヘ顔してるもん。かわいいねー。この城では自分の部屋から出ることは禁止されているんだ。ひどいよね。つまらないよね。でもお部屋の外は危険がいっぱいだから仕方ないよね。だから探検ごっこもほどほどにしないと。え？誰かに食べられちゃうかもね。かわいいね。てんてんてん。もう気持ち悪い。とにかく自分の部屋に早く戻った方がいいと思うよ。死神に見つかったら面倒だからね。え？おしまい？じゃあちょっとこっちとか行ってみますか。ドアには鍵がかけられている。部屋の中を覗けそうだ。え？怖っ。はい。え？え、気持ち悪い。なんか部屋赤いんだけど、ここに血みたいなのついてますよね。血の跡みたいな。なんだか不気味な部屋だ。え、怖い怖い。うわっ！目が開いてる。ん？なんだい？何か聞きたそうな顔をしているが。あなたは誰？私？私は私、君は君。特に話すこともないさ。それに私のことを知ってどうする？いや、ごめんごめん。ちょっと嫌な言い方だったね。いい人なのかな？ただ私はお互いに干渉し合いたくないだけなんだ。私にはあまり関わらない方がいい。君だって心静かな日々を送りたいだろ？てんてんてん。まあ、そんなの嘘なんだけどね。君とはもっとおしゃべりしたいし、ぜひいろいろと味わいたいものなんだけど、我慢しないとね。なんか、気持ち悪い。ホモ？こいつホモなのか？さあ、自分の部屋に戻りなさい、坊や。そういうこと？のんけじゃないのか？ん？なんだい？何かきっとその顔してる。死神って？死神とは何ぞや？気になるよね。そうだよね。君も見たことがあるでしょ？仮面をした黒いローブの男。彼が死神だ。そして、この城の主でもある。私たちは彼によって管理されている。だが、ここで言う管理とは、保護を意味している。そして保護下のもと、私たちは天に召されるための準備を日々しているわけだ。女神の教えを学び、自分自身について、証をし、あるべき生き方を模索し、罪を自覚し、悔い改める。心を浄化するのだよ。すべては天に召されるために。あの死神は特別だ。死神っぽくない死神というか、女神を教えを説く死神なんて、どこを探してもいないんじゃないかな。ま、おかしな話だけど、闇の世界に生きる者にとって、光はより一層輝いて見えるものなのかもね。
てんてんてん。さあ、早く自分の部屋に戻るんだよ、坊や。それがこの城のルールだし、それに部屋の外は危険で満ち溢れているからね。そういえば、君の持っているそのロザリオ。ただのアクセサリーだと思ったけど、エクソシストとか名乗る、あ、なんか顔が白目になった。人間たちの持っているロザリオと似ているね。しかしそのロザリオからは何かの力を感じるね。奴らの持つ飾り物とは明らかに違う何かだ。飾りではない。本物のロザリオか？あ、なんか汗かいてる。そんなもの、一体どこから手に入れたんだろうね。。そのロザリオを見ていると、なんだか気分が悪くなってくる。私の途中で悪いが、少し奥の部屋で休むことにするよ。てんてんてん。決して入ってきてはいけないよ。とりあえず君は自分の部屋に早く戻りなさい。では、失礼させていただく。何？ロザリオが効くってことは、悪魔みたいな感じってことですよね、きっとね。あ、こん中入ってったんじゃん？ちょっと出てみる？あ、ダメだ。奥の部屋の様子が。うわぁ！ここさ、穴から覗けますよね。ひぃ！怖いんだけど、覗いてみます。うわ、何？え、どういう状況？何をしているんだろう。え、怖っ！まだか。鍵穴から部屋の中を覗けそうだ。はい。え、いなくなってる。え、怖い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 。え？どこ行ったの？え、怖い。うおぉ嘘だよ。え？うわ、怖い怖い、キモ。何？変わりすぎじゃない？見た、な、お、し、おき、だ、ねえ。え？あ、赤、あ、青い、青い、青いぞ、これ。あ、5秒しかない。赤、え？そんな危ないもの、悪い子だね。そんな子は。え、まずいまずいまずい。お仕置きしないとね。やばい。お仕置きされちまう。なんだなんだ。あ、来た、なんか来た。え？お、通せた。うわ、悪い子だね。バーン。あれ？あのなんか、パチンコの、結果画面みたいなの出ない。あ、いける。お、なんかドライバーを手に入れた。ドライバーを手に入れた。額縁だ。絵の部分は引き剥がされている。タンスは倒され、鏡は割れている。部屋は随分と荒れているようだ。なんでここ、こんな、荒れてんだろう。床が本に、あ、本が床に置いてある。読んでみますか？読んでみます。死神と月顔の男の会話記録。いやー、私がこんな収容所みたいな場所に連れてこられるなんて、何かの手違いじゃないですか？あんなに世に尽くしてきたのにあんまりですよ、変な仮面の死神さん。へへへ、嘘です。ごめんなさい。心当たりはあります。私の過去についてもう一度ですね。はいはい、ですね。昔々、私死ぬ前は孤児院で働いていたんです。親のいない子供たちの世話をしてあげていたのです。偉いでしょ？子供たちにとって私が親みたいなものだったのでしょうね。可愛い可愛い子供たち。みんな笑顔が素敵でしたね。お肌もピチピチしていました。でも可愛さにやられてはいけません。教育もしっかりしてあげるのが親の役目です。お仕置きもたまにはしてあげないとですね。はい、楽しい楽しい時間の始まりですね。はじめは子供たちも喜んで私のお仕置きを受けてくれているものだと思いました。でもそれは違いました。次第に私のお仕置きの度も過ぎてしまって、子供たちの体にも心にも傷を残してしまった。あの子供たちの敵意を含んだ目、思い出すだけでもゾクゾク。いえ、罪悪感、ああ、なんか、あれですか、ホモで、サディスティックホモってことですか？サディスティック、ショタホモってことですか？結局私は個人を去りました。もう子供たちを傷つけないようにね。しかしあの時の快感が今でも忘れられないんです。恥ずべきことです。きっと私には何かの悪魔が取り付いているに違いない。それとも気質によるもの？両方？まだ答えは見つかっていません。なるほどね。まあ、主人公もなんかちっちゃい、ね、可愛い男の子でしたもんね。それが好きだったんでしょうね。サディスティックホモ。なかなか性癖が深すぎるな。
ということで、ドライバーを手に入れたので、先に進んでみますか。ちょっと今日会話だけでだいぶ時間経ってしまったな。お！だいぶ迷ってしまったんでカットしたんですが、ここで使えるみたいです。ドライバーで取り外せそうだ。カバーを取り外しますか。よかった。よかった。見つけれた。積んだと思った。排気口ドライバーで、やっぱここ、あれか、なんか前のパートで、いつか行けるようになるかもねっていう話をしたところでしたね、ここね。通路が奥深く続いている。ギリギリ通ることができそうだ。排気口に入りますか？はい。よかったー。怖っ。なんか来ないよね、これ。怖すぎるんだけど。待って、超怖え。こっちは？この排気口はどこに続いてるんだろうか。あー、こっち入れないんだ。怖っ。めっちゃ怖い。何？てんてんてん。何か気配がする。怖い怖い怖い。怖い。あびっくりした。うわ、死んだ。びっくりしたそういえば、このゲーム、ちゃんとホラゲーだったわ。ちょっとね、2回死んでしまいました。次は成功させます。かかってこい。来た！ドドドドドド！あ、ほい！よし！声が怖い、この赤ちゃん。うわっ！グロ。なんでグロいんだ、このゲーム、いちいち死に方が。よかったー。もう来ないよなー。あ、なんか赤い、何赤いんだけど。え？怖い。うわー、何この部屋。ちょっと、時間的にもあれなんで、ここの部屋の攻略は次回にします。ということで、ご視聴ありがとうございました。